こんにちは、YouTube 部の松原です。今日は1分間でやる気が出る方法というのをお伝えしたいと思います。やる気っていうのはどうやって生まれるか皆さんご存知でしょうか？実は脳の中にある側坐核という部分があって、そこが動くとやる気が出るというふうに言われているんですね。みんなどうでしょう？やる気が出てから勉強しようっていうふうに考える人が多いんじゃないでしょうか？でもそれは実は間違いなんです。そう、実は行動するから、やるからやる気が出るんですね。そんなこと言ったってやる気がないんだからやることできないじゃないですか。そういうね、反論もあるかもしれませんし、僕自身も本当にね、勉強するのが嫌だったんで、その気持ちは本当によくわかります。で、僕が今までね、いろいろこう試して、指導の中で試していって効果的だったこと、自分自身をも実験にしてね、試してうまくいったことをいくつか紹介したいと思います。じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけども、それはまずね、1分だけ、できたら3分4分やってほしいんだけど、まずは1分だけ、1分だけ今あなたがなかなかできないと思っている勉強をやってみてください。1分だけでいいです。もうストップウォッチでね、こういうスマホのストップウォッチで測っても全然いいんですけども、要は1分間だけやると。じゃあ1分経ってその後どうするのか。もしね、やる気がもう出てこなかったら、もうそこはそこでやめてもいいっていうルールでやってください。つまり1分間はやってほしいんだけども、もし1分後にやっぱりやる気が出ないということであればやめてもらっても構わないと思います。ただできたらですね、1分ではちょっと短い時もあるから、インスタントラーメンができる3分、次もう1回試してほしいですね。で、3分4分やってみても、それでもやる気がもう続かないんであれば、それはもうやめてもいいです。おそらくこの1分だけやる、あるいは3分から4分だけやる、最初の数分だけしっかりやってみる、それをぜひね、トライしていただきたいと思います。大抵のやる気の問題はこの方法で解決できるんじゃないかなと思うんですね。はい、非常にね、簡単な方法ではあるんですが、まず1分やってみる。3分4分やってみる。そしてそれでダメだったら、この後の動画をね、引き続きぜひご覧ください。多分おそらく多くの人はその1分間だけやるっていう勉強法だけで解決できるんじゃないかなというふうに思うんですね。やる気があるから行動するんじゃない。行動するからやる気が出るんです。これをね、ぜひね、実践いただきたい。とは言っても1時間やれっていう話じゃなくて、1分です。たったの1分。1分ぜひね、1回やってみてください。もしこれをやってもまだやる気が出ないということであれば、この後の動画をぜひ続いて見てください。よろしくお願いします。